ハロー YouTube、今日はですね大分空港からお送りしております。別府でいろいろやってまいりました。フェスだけはできなかったですけれども、ということで今日は大好評楽天シリーズということで、2024年6月期決算出てちょっとしばらく経ちましたけれども、この決算についてちょっと解説したいなというふうに思います。未だですね楽天モバイルの赤字が続き、非常に大変な状況続いておりますけれども、まだまだ純利益、営業利益ですね180億円ぐらいでですね、かなり縮小してきたとはいえ、純利益300億円以上の赤字が続いております。売上高は過去最高クラスらしいんですけれども、金融とか物販、EC ですね、こちらの方が、非常に好調な反面ですね、それ以外要は楽天モバイルがやはり足を引っ張っているというような状況、ただし、加入者数は爆増しておりまして、もう700万件契約を超えておるというような状況でございます。三木谷さん、自らがですね、法人営業を頑張ってゴリゴリ推し進めておりますし、設備投資を若干抑えている分ですね、非常に赤字幅は減っていってると。で今回の決算資料からですね、プレマーケティングキャッシュフローというですね概念が出てきておりまして、楽天モバイル、これまで EBITDA、だったりキャッシュフロー、こういったところをですね、いろいろ解説、決算でですね解説していたんですけれども、今回ですねプレマーケティングキャッシュフローで黒字化達成というですね、要は楽天モバイルの広告宣伝活動まだ必要な状況なわけですけれども、これを全くやらなくすればですね、もうキャッシュフローは黒字化してるんだっていうふうなことをですね、言ってましたけれども、マーケティングしないわけにもいかないでしょうから、こんななんか下駄吐かせた数字を出してどうするんだと思いますけれども、何としてでも黒字化しているっていう、そういった多分ねことをやりたかったんだろうなと。EBITDA は ちなみにですね、減価償却とかそういったところのコストを抑えた部分ですね、これが EBITDA なわけですけれども、もうすでに設備投資は終わってるというか、終わってはいないんですけれども、すでに終わってる設備投資に関してはですね、考慮しないと、まだ EBITDA は赤字なんですけれども、もうすぐ黒字化するっていうようなグラフが出ておりました。そしてですね、今回多分決算発表で一番のポイントって何かっていうと、オーストラリアのマッコリーグループにですね、投資ファンドなわけですけれども、こちらの方に、楽天モバイルの基地局等のですね設備を2000億から3000億円規模でですね売却をすると。そしてセールス&リースバックっていう形で、マッコリーグループのものになるんですけれども、大家さんみたいなもんで、大家さんから楽天モバイルが、毎月分割で、要はリース料を払っていくような、モデルが、これセールス&リースバックって方式なんですけれども、おそらく大手通信キャリアで初めてじゃないでしょうか。こういったことをやってですね、年率 10% 以上と言われている、外貨建ての、米ドル建ての、社債なんかをですね償還する、こういったところの原資にしていこうと、また設備投資の原資にもするというふうに言っておりましたが、まだ金利設定は、発表されておりませんが、下手すると 10% 超えてくるんじゃないかなと思います。為替変動リスクに加えてですね、高い金利、これを払わないと資金調達ができないことの証左でもあります。要は銀行の融資で例えば 1,2% でやればですね、非常に利益率上がってくると思うんですけれども、要は楽天モバイル黒字化した後もですね、この高い金利ですね、これしかも10年契約とかになってると思うんで、長い間ですねこの金利負担に楽天は苦しんでいくことになるんじゃないかなというふうに思います。つまり、楽天モバイルがですね黒字化、その事業単体として黒字化したとしても金利負担が重くて実質的には黒字にならないんじゃないかなと、そういうふうに考えております。まだですね、無理やりその法人営業とかをしている部分があってですね、2枚目のSIMとかこういった形での、そういった形での、契約数の、ある意味その下駄を履かせた契約数ということで、そういったところでもですね非常に負担アープが上がらない、ということで、
他のキャリアに比べるとやっぱりアープが1000円以上低いので、これを上げていかない限りですね、利益率の改善、まあ要は赤字の払拭と利益率の改善といったところを契約数だけでは測りきれないところがあるのかなと思います。そしてまあプラチナバンドもですね、そんなに基地局投資あまりしてないみたいなので、これ完全に KDDI に頼ってローミング、これやめられないと思うんですよね。まあそういったところもあるんじゃないかなと思います。ただしですね、私ですね、ニュースピックスのマーケット、ザ・マーケットの企画でですね、楽天株買いました。しかもですね、800円台で買ってたんで、今もう1000円超えてるんで、実は儲かってます。で、なんで買ったかっていうと、楽天モバイルをやめても、まあ、うまくいったとしても、やめても僕株価上がると思うんですよね。なので、買いました。藤田進さんは天才です。本当に500円台、600円ぐらいで買ったんじゃないかな。まあさすがの勝負感ですね。ということで今日は楽天について解説しました。いってらっしゃい。工事の音大きくてすいません。